なんかポロさんあたりがおったらなぁが多分テルリンというかニューの情報はかなり知ってるとは思うんですけど、ニューのコンボミス、コンボミス、コンボ自体知らないからどこでミスってるか分かんないっていうね。まあなんか全体的に難易度は上がったんじゃないですかね。あ、開幕でもそう、もうアクティブフロートがね、新システムが全て機能していないってエクシーダクセル、それにアクティブフローも金繰りしてて、ここは立ち回りを選択。さあこの完全にもう拒否していくこのスタイルこそガトーニュー、絶対に付き合わない、このなんだろうな、あーと、さあアクトの距離が若干ミスってしまったか、画面足、新システムなんていらねえんだよっつって、タッチルダンし、さあフロア一般3指示目、泡置いて2へ2へ刻んでガーキャンを打たせる、ダーチリー引っかかってしまって、ミラクルジャンヌ持つのはブーメラン、さあエアペルシャ離したが、ここはブーメラン、ブーメラン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 、あーブーメラン打つ前に、おっとシーマミがタチリに当たっている、これは死んだでしょう、死んだでしょう、あー危なそう危なそうな当たり気が。さあガトーニューが一本取って、なんか試合展開的に一回勝ったらなんかどっちかが一回負けてまだ一回勝つみたいな、いたちごっこを繰り返してますね。さあブーメラン当たってしまったが、ここはホームに行けず、置き攻め選択、ブーメラン、さあ当たってしまった、カウンターバーストして、ブーメラン、さあ3度見た合計、いやしかしここはお互いにコンボミス、さあブーメランはまあ画面足いったら当たらないんで、おおドリームサリー、うん、まあ水明だ、うん、立ち入れか、さあテルリンも若干ミスが多いか、昨日のテルリンとは打って違って、さあダチリカウンター、ここからシーシックル、ロンリー重ねてアークトで裏回ってダチビヒド、はい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 、さあシックルカウンター、これは痛くない、さあルミナス置いたんですが、シマミ怖い、さあミラクルジャンヌまたしても持つな、強化パット、さあガーフから、さあここはバットを持って下くぐられちゃう、さあヤペルシャ怖かったが、さあガーキャン離して、しかし体力リードはかなりテルリンの方が上回っているので、ここはなんとしても体力リード取ってがタイムアップで逃げたいところなんですけども、読んでいい、ここはギリギリ体力上回って、さあさあこれはやってもやらなくてもどうする、当然オーバータイム8秒、あーさあこれは割りがなくなる、どちらギリギリ、あー負けてる、ガートーニューが負けていた、さあギリギリもギリギリ1本取ってテルリンが流れをこれで取っていけたか、さあなかなか熱い勝負が繰り広げられているが、立ち投げが通る、あわから6シージャッシー、はいはいはい、さあバースト、お疲れ様です、さあ割と体力もオーバー、あオーバードライブはまあテルリン有利ですね、体力は割と膠着状態、タイムも残り50秒を切ろうとしているところ、さあテルリンがどうやって追いかけてリターン取っていくか、さあ強化ミサイル取っていく、三振、これはファジー潰しというかジャンプ潰しかな、ジャン逃げ潰しからジャンシー、ブラックオクスティンガーミスらない、さあテルリンが1本ここで
人馬審査前に出ていく。さあ、これで先ほどのタイムアップが若干響いたか。立たれへん。またさ、立たれへんって何まず立たれへんって何、誰も手を差し伸べへんで誰も手を差し伸べないですよダメダメダメ、その言葉はね、あの女の子しか言ったらあかん、それはあ、さあ、2A が 6C にかられて、あ、そうですね、あれは下段無敵あるんで、2A とか 2B 合わせちゃうと 6C にかられちゃう。しかもフェイタルっていう。なかなかプラチナのきついところですね。あれが、まあしかも、使ってもジャンシーに派生できるっていうのがかなり強いっていう。あ、うわー、なんか今、リバーサ重力してなかったか。まあ重力の無敵はなんだろう、 CS の時にあったりなかったりだったけど、今はどうか分かんないんで僕は何も言えませんけど、うわー、クトが刺さる。しかしこれは裏回ってルミナス使って 4D からシックル空間湾曲タッチ D 4D タッチ D さあ一発止め、これは C1 に割り込めるのか。あれさあ、ジャンプで逃げた。ゲージ状況有利はニュー側なので、これ何をやってくるか。ロックエタグうますぎた。さあ、フライパンで生のフライパン、このヘリはブラックオークスティンガー。さあ、テルリンプラチナがこれで4-2へとリーチにかけていく。この3-2の時点で4本目を取ってしまうとかなり気持ち的に辛いというか、辛いですねさあ、ジャンビー 3C かな、今のジャンビー 3C からエリアルにつないで、西のスナイパー服部平次、西の子違う違う。さあ、レガシーエッジから足運んでルミナス、うわ、タッチにヒットした。これはルミナ、おお、知らない。そうですね、コンティニアムシフトはすごいゲームでしたね。ざっくりよいしょ、ざっくりよいしょ、ざっくりよいしょじゃないな、あ、ざっくりよいしょだっけ。 CD からざっくりそぼりになったんだっけ。まあ、狭間がすごかったですね、個人的に。ジャイクフェイタルが最大指導。いやー、さあ、これは確定。 2B からさあ、エリアルつないで状態変更2951。さあ、またなんかマミーサーキュラーが見ている。あれは勝てるのか、怖いところ。重力置かれて 4D。 さあ、これは確定。何をする。ああ、確定じゃない。さあ、 2A から、うぅ、さあ、ラビキャヨンディ、これは先ほども見た。これは、おっと。奇襲ダクトル繋いで、ギリギリ残る。さあ、このギリギリ、先ほども、再来になるかと思っきや、そんなことはなかった。今、3対3。3対3。どっちも3。どっちも3。3-3。うんうん。マゼさん立てたやん。立てましたね、立てましたね、立ち上がることができましたねうんうんうんって33対4。ああ、大阪でそれは大阪でそれはダメ。いやー、なんでや、もう阪神はええやろ、もう。さあ、アクと 2B が空中ぐらい。ああ、 6A がおそらく 2B であろう、勝っている。さあ、今回からあまりでかいコンボダメージが期待できなくなったニュー13なんですけども、そのまあコンボダメージの低さをどうやってなんだろうな、カバーしていくのが使い手のあれなんかなと思いますけども。さあ、ダーチビー 3C からメロディ。さあ、プレゼント置いて上逃げ潰す。さあ、プレゼントが絶妙な位置にいる。
さあおそらくボムに引っかかったか。あー 4D が見えて、これはさすがに、あーボムが当たる、わー寝てるから、あまあ置いてミサイル、さあ上逃げすんなと、上逃げされてさあ強化猫持ったわ。さあ虹でも触りに行きたくてジャンエ連打してたんですけども、さあガーキャンをジャニシーで誘って、テルリンプラチナが先駆けていく。さあ依然つらい状況だが、ガトーニューどう対応していくか。さあここは猫で割り込んでなし。さあバックスで透かされたが、ここは何指導だったかな、見てないんだけど、久しぶりボムからの、持っているのはブーメラン、ブーメラン、ブーメラン。さあ 4D ダチリ、さあ重力バックスでシックル引っかかって、さあルミナス、ああ拾っている、素晴らしい。6D、4D、ラピキャン 4D、OD 合わせて、これはこれはエクシーダクセル、あれ画面足のドラゴンだ。へー、さあ、一生ハンマー振ってる、ドッカンドッカンドッカンです。あとこれはエクシーダクセルが死んでたんじゃないか。さあ、ガーフですね。さあ、テルリンが一歩先に進んで、これでリーチですね。あれハンマーキャンセルエクシーズアクセルとかで死んでるんじゃない？うん。あそっかっつってる。うんうん。あーなるほど。うん。なるほどなるほど。若干コンボルートをミスってちょっとわけわかんなくなっちゃった感じ。よくある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 さーて。さーてさーてさーて。アクション。マシ？タッチ D から。はいはいはい。さあ、ガトーニュー追い詰められてしまったが、ここでまあ2連勝すれば問題がないという。まあ、デロリンはもうここで終わらせてしまいたいところだろうと思うんですけども。さあ、どうなるか。さあ、タッチリーからラピキャン 4D 補正機ってことしたんですけども、これはテルリン分かっていた。ルミナス。さあ、フライパン指導を 6A メロディーからジャンシー、ジャンシー、はい。まあ、ニューのコンボが安いのか、ガトーさんのコンボが安いのか、ちょっとまさておき。さあ、空中 OD、ミラクルジャンヌ、ここは暗転確認。どうでした？さあ、強化ボム持って、ああ、一生飛んでくるぞ。さあ冷静な 2D タイプ、冷静に 2D を合わした。さあ若干ガトーさんが冷たくなってきたか、冷やしガトーになってきたな。さあルミナス置いて遠距離を常に保つつつ、プラチナにアイテム回させない。そして隙あればこうやってダメージを取りに行く。おっとこれはまだミスってしまった。さあこのミスが響かねば良いが、どうなるか。さあ 2B のモーションが見えてるぞ。しかしバリがキャンセルできない。あ、ありがとうございます、カフェオーレイ。さあ 3C からテルリンが難なく取り返されて 4-4 と、さあ分からなくなってきまいりました。勝ったのはテルリン、もう優勝でもいいというコンボ。さあテルリンかなり集中しているスポーツ、うん10段ぐらいにちょっと小先やりたいと的井さんが言ってますよ。24段ぐらいにしようか、10段ぐらいにちょっと小先やりたいと言ってますよ。
しょがりや、これは。動画残りますからね、この発言。いやまた言われますよ、ほんまに。イザナミ探そう、イザナミ。始めたばっかのイザナミ使い探そう。そう、なんか、やり始めばっかの、イザナミをやり始めばっかの10段ぐらいですよ。さあ、6A から 6C 繋いで、まあ、状況を見るにおそらく最初の方にテルリンが食らってたのを、ここは、一周返しをしている。さあ、ジャンビ。危ないところ。危ない。危ない。6B 立っている。素晴らしい。さあ、ガトニューが、ここ一のガード能力を発揮し始めた。重力 4D。置いて投げ見えて、これは確定。タッチ指導。しかもアクティブフロー。これは死ぬんじゃないか、ワンチャン。そこまでいかない。タッチ 6A。さあ、辛い状況。残影からジャンビー。繋いで、テルリンがこれでリーチをかけていく。さあ、第2ラウンド、ここで、ここで頑張っていきたいが、さあ、ジェリー 4D。状態変更。さあ、ジェリー、シックル。さあ、2B で、でも走ってんじゃねえよ、みたいな感じで 2B だった、今の。さあ、シックル。まあ、もともとガトーさんは TOF 勢なんで、地上戦はかなり、まあまあ適したもんやと思うんですけども、さあジャンシー怖い。さあ同じ年齢同士、ここは負けられないんです。ジャンヌ 3C からこれ痛いやつ。まあそう。さあルナ様怒らしてポイ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 。ああ始まらない。飛ばす前の立ちり、やらせねえよみたいな。さあこれで両者リーチ。これで勝った方が、ゴサキの勝者。さあ、このラウンドも冷やし型になれば勝てると思うんですけども、二冠戦位置が悪い。さあ、ここは悪の使わず押し出していく感じですね。さあ、マミサキラフェイタル指導。フェイタル指導じゃない、フェイタルカウンター。さあ、なかなか減りそう。3500。おっと、まだ伸びる。さあ、置いて、ここは、ニオキか、熱波を狩られた。3C、ビーマミー。さあ、置いて、フライパン。ここは、そして、アテンション容器が出ているので、多分これ、ジャンシー、ジャンシーぐらいで。おっと？さあ、ビーに残る？しかし、持ってるな、猫。怖いところ、エクシードする。さあ、切り返して、ニューが見切れている。さあ、ニオキカの猫、勝ったのはテルリン。はい。ワンチャンあるんやったら。あ、オッケー。お、じゃあ。了解。はい。え？テルリンは今22で20で、大川くんは今回ラグナなんで19。まあ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 1個下ってことで。はい。じゃあ、ゴサキアテーナ、ゴサキなんかね、店長に AW なんだっけ、あの八王子わからせバトルってのがあるんすよねっていう話をしたら、じゃあアテナでも AWB ってやるって言われて、いやいやいやみたいな。ちょ流行によるのやめましょうよみたいなね。フェンリッチはどうしようかな。話した手前、なんかどっちもやればええんちゃうかなって気持ちになってきたけど、まあとりあえず今ゴサキを見よう。まあ、前々からテルリンがやりたいやりたいって言ってた組み合わせなんですけど、なんでやりたいのかよくわかんないですけど、なんか俺はガトーさんのゴサキがやりたいねんってずっと言ってたんですよね。テルリンに果たして何のパラダイムシフトがあったのかって感じ。 Q さんは今日引きこもってるらしいです。 Q さんはなんか家で今日は家で引きこもるマンとか言ってツイッター書いてたような気がする。
でもたまにツイッター書いててもあのイヤホンしながら来るんですよね。うわーギリギリフラフープかわしていく。グブな立ち火にし怖いとこ。うわー Q3 に失礼Q3 に失礼。それはあのフェンリッチに倒される Q3 が見たかったわ。 Q3 に失礼ちゃんと大会で勝ってますからね。この前この前ないんで勝ってましたから普通に。さあ風をホッピング、ハンマーキックルから拾って、すげえ怖い。リビーカウンター、さあジュシーシックル、そしていやービダミラクルジャンヌ猫潰して、しかし逃げられ、うわー猫こうなると中距離、おお中距離牽制辛いというか、自分より上回る中距離牽制持ってるニューがかなり辛そうな感じ。うわー上に引っかかってる。おおゆっくりしてんじゃねえみたいな感じのルビナス。まあプラチナ的には遠距離でアイテム回せないから辛いんかなーって感じですね。これまあダッシュ早いんで割と走れそうな気はしてるんですけどね、姿勢的に結構あれなのかな。あ 6D まあなんか火力、ああさあなんだっけまあ、あこれはおっと確定なく状態変更見えている。うわーロケダイク、しかし持っているのは強化箱、あこいてあー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 追加だけ当たってる。しかしこれおっと怖いところ。さあラピキャンでバース読んでたような気もしたけどそんなことなんか、強化ミサイルとダチリーが相殺して消えちまったよ。あーマジであれレベル2なんだあのミサイル。あの強化ミサイルレベル2なんだな。それでもなんかニューのそのタチリーと一緒で距離によって変わるんですかね。あれ出始めはちょっとレベル1やけど行ったらレベル2みたいな。多分強化なんでレベル2からレベル3とかなんですかね。レベル3があるかどうか分かんないけど、さあこれで1-1ですね。で、あ1-1じゃないわ0-1や。でがはい、さあ試合内容を見ると割とテルリンがぐさぐさ刺されてる感じなんですけども、あとこれはミス。さあしかしルミナスが思いがけないところで当たってるそれやめるんだ、天下じゃないんだよ、違うんだよ、そういうことかけたかったわけじゃないんだよ。さあバースト吐いて、さあ 6D 空中アイテムに火が詰まった、ルミナス置いて、しかしこれは不発に終わる。アーク等で逃げた 4D タチリー、さあシックル時計弾刺さって嫌な時間確定はないが、さあルミナスのモーションが見えている。ハリセンが乗ってなんでやねん、ああ捨てたー、なぜハリセンを持ったんだ。強ガンマ衝撃波から、なんかれた。さあ強ガンマ、これはブラックオブスティンガーでやはり、あ減る、めっちゃ減る。これ今の妥協うるせえそう、あ、ウィーズさん飯食いってる場合じゃないですよ、ガトーさんっすよ。さあこれは持っているのはブーメラン、いやー結構嫌そうなアイテムですね。これフェルジャレス、フェイタルしてる、フェルジャレス、うわーめっちゃ走ってる、
それを達人に咎めて、なんだろうな、1682を安いって思っていってんのかな。なかなかデロリンは立ち回りが変わってきたんで、リスクも多いことやりだしたね。さあ見て、強化は守って、しかし全然通っちゃった。いやー、2B 殲滅、レガシー H2 置きに刺さった。これ痛いのかな、痛くないわ。さあハンマー持ってる、あーガフ、まあゲージも OD もなかったんでどうしようもないですね。さあここで逃げ切らないとかなりヤバい。さあ避けて、しかし持ってるのフライパン、ガンダッシュ中断、まあ、クールダジャンビー取って、これはゲージも溜まったのでブラックオーク、スティンガー、まあ、デルリンが1本取り返していく形。なんかあぶねえなーって、なんか割とプラチナっぽくないセリフが今出てきたな今。あぶねえなーっつって、人に刃物を向けるなって教わらなかったのかよーっつって、なんかラグナとか、なんだろう、もうちょっとクソガキの、なんかクソガキとは言いつつも、なんかそのなんか少女の発言ではないというか、まあ、こいつもこいつでなんかトゲバット持ってますからね。トゲバットブンブン振ってますからね、こいつ。え、前から気になってたけど、なんでブラックオークスティンガーな？あれ、ブラックオークスティンガーと同じダメージだからでしょ、あれ。なんか前作のブラックオークスティンガーと同じダメージが出るとか言って、なんか誰か騒いでた気がする。あと、僕があの必殺技の名前を覚えてないからですね。なんだっけな、人にドンキを向けてもいけないと思う。そうなんすよね、そうなんだよな。あとバースト使っていく、そう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 、保証が1200、ギャグだろみたいな。ギャグだろさすがにとか言って。ラグナ君なんかカーネージシザー950に下がったのにね。状態変更。さあテルリンが、うん、まあカウントは11なんですけども、今回の試合ちょっとガトさんの方が押している。さあリーチ、大きい指導一発かかってしまったらこれで終わりですね。レガシエッジ固めて、さあつながるルートだったのか。シックルヒットからの嫌な時間、OD もないので若干対処しづらいというか、さあまあガンガン走ってくるテルリンをどう止めるかじゃないですかね。これさあ中断なっている、バースト吐いて重力置いて、ウラスマを怒らせてミラクルジャンヌ強ガンマ。さあここは OD なので残りはフラフープが残っている。うわー、どん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 、あー危ない、今の三振をガードしてたらガーフだった。さあここはうまいこと、わ危ない危ない、さあしかし持っているぞ強化、打ち捨てた、強化ブームラン捨てて、さあ猫持ったのがこれはプラスになった。さあアイテムの回転が結構頭回ってきている、テルリンプラチナ素晴らしい。うわミサイルタイプ、しかし1本、さあなぜか投げられて状態変更。さあジャンシーが本当空中くらいからはあまり美味しくなかったと思うんですけども、ここはダウンを取られるのが嫌だった。バースを使って切り離していく、しかし猫カウンター、猫ヒットからのチーマミ、若干プラチナ振りっぽかったけど、ここはテルリンがターン握っていったんですが、さあまた距離が離れていってどうする、シックル、さあまあガトーさん的には多分アクトでさっさと逃げたい感じ。
さあこれはやってしまったか、やっぱりしゃ、おっと 4D ジャンシー地上カウンターから86へ、おっとメロディミスってしまった。アクトで逃げて、さあここからテルリン走ってくるぞ。しかしレガシーエッジモーションが見えている。ここでなん、ああシックルタックから、さあ捕まえてエアプレッシャー、ガーフ危ない、さあ若干焦ったか。さあ前走りにジャン 2D かな、今のジャン 6D なのかな、どっちだろう。当たってしまってガトーさんが1本突き放していく。まあなんだろうな、ニューは OD よりバーストというか、ニューに関しては人によるんじゃねえかな。ニューに関してっていうか、まああのなんだろう、椿とかイザヨイとか悪名みたいな特殊ゲージがないやつ、 OD でそういうゲージが回収できんやつはまあ多分そういう使い方をしていくんじゃないですかね。バーストかエキシーダクセルかなんですけど、まあプラチナの攻めはそんなにエキシーダクセル使うほどでもないというか、まあなんかガード崩されることもあんまないし、なんかなんだろう、あの強化ハンマーぐらいしかないから、ほんまにやべえと思ったの。だからまああんまりそのオーバードライブでよりかはバーストに回してるんじゃないんですかね。よくわかんないよくわかんない、僕は OD に回すタイプなんで僕は分かんない。 OD カラミティはどうなんですかね、分かんない、まだ分かんない、中間なのかも分かんない。ニュー知らないっすもん、もういないっすもん彼女ら。いないってことは対策しなくていいんすよ。和骨和骨、あーガトーさんが気づけば1本取られてる。わーフェイタル痛くねー、ジャンビー飛び込んでいった。しかしバスト、お互いにオーディをバーストに回していく。目の前にいるだろー、うわー楽しい。さあうわー 6D いかがって、びっくりした。タッチ D 空中くらい美味しい、これはもっと美味しい。ミラクルジャンヌ強化猫持って、さあ正直猫打っていった。出がしエッジ 6B が出ている、漏れたおもらしおじいちゃん。さあ後ろアックル逃げたが、これは B マミー引っかかってしまって、猫をガードさせて三振、逃がさない。うわーなんか3、2C出てる。さあミサイル持っているな、バット。しかしここは 2B が着地に刺さって、バット、ブラックオークスインガー。さあデルリンがストレートで 2-0、 あ2-2ですね、これ今 2-22の2。はい。なんかポロさん。